フアンパブロアンヘル、フアンパブロアンヘルアランゴ、フォア・パブロエインジェルアランゴ、1975年9月3日体は、コロンビアメデジン出身の元サッカー選手、コロンビア代表、ポジションは、フォワード、センター、フォワード。アトレティコナショナルでキャリアを開始したアンヘルは、1994年にリーグタイトルを獲得。その後、CA リベルプレートに移籍すると2000年に、 特典王となった。翌年には、クラブ史上最高額となる遺跡金950万ポンドで、アストンビラ FC と契約した。2007年からは、アメリカ合衆国に渡り、メジャーリーグサッカーの3クラブに在籍。2013年に、古巣のアトレティコナショナルに復帰した。また、コロンビア代表としては1996年のデビュー以降で33試合9得点を記録した。 1993年に地元のアトレティコナシオナルでプロデビューを果たしたアンヘルは翌1994年に決勝トーナメント決勝戦でライバルであるインデペンディエンテメデジンとのでビクトル・アリティ・サバルのパスから決勝点を挙げてリーグ優勝に貢献した。一度目の在籍の間にリーグ戦147試合45得点を記録した。 対談したイルナン・クレスポの後釜として1997年にアルゼンチン一部の CA リーベルプレートと契約。リーベルでは、ハビエル・サビオラ、パブロ・アイマール、アリエル・オルテガと共にラスク・アトロ・フォント・スティーコス、ファンタスティック・フォーと呼ばれる攻撃陣を形成し、2000年までの在籍でコパリ・ベルタドーレスの25試合16得点を含めて、 全公式戦132試合62得点を記録。3度のリーグ優勝と1度の得点王、13得点のタイトル獲得。その活躍を称えて、ファンはたびたび天使の羽を身につけていた。2001年1月12日に、クラブ史上最高金額となる遺跡金950万ポンドで、イングランド一部のアストンビーラ FC へ加入した。加入当初は激しい当たりが、 特徴のリーグに馴染めなかったものの、翌シーズンはチームの中心選手として、ダリウス・バッセルと共にチームの攻撃を支えた。2003から04シーズンはチーム最多の16得点を挙げ、2000年代のアストンビラの選手で1シーズンの間20得点以上を記録、カップ戦を含め23得点した最初の選手となった2012から13シーズンの クリスティアン・ベンタケにより2位となった。しかし、翌2004から05シーズンは、昨季の状態を維持できずに7得点に終わった。以降のシーズンも不審に苦しみ、2006年10月14日、のアストンビラ在籍の間に、全公式戦205試合62得点を記録し、プレミアリーグ創設以降のアストンビラの選手としては、ドワイトヨーク、288試合97得点。 ガブリエル・アグボン・ラ・ホール284試合74得点に次いで3番目の得点数だった。その活躍をたたえて2011年にクラブの公式サイトが発表したファブ50の一人に選出されている。2007年4月17日に就労ビザの承認が保留中の中でアメリカメジャーリーグサッカーのニューヨークレッドブルズは2人目の特別指定選手として アンヘル獲得を発表した。就労ビザ承認後の5月8日に、US オープンカップ予選のロサンゼルスギャラクシー戦で、途中出場にして初出場を飾り、ロスタイムにフリーキックから初得点を挙げた。5月19日のコロンバスクルー戦で得点と、アシストを挙げた活躍から週間最優秀選手賞に選出され、続くシカゴファイアー戦ではチームを、 東地区共同1位に押し上げる2得点1アシストを上げるいから5月度の月間最優秀選手賞に選出された。その後も得点を量産して、クラブ史上最多となる6試合連続得点を記録し、さらに2ヶ月連続で月間最優秀選手賞を受賞した。8月18日のロサンゼルスギャラクシー戦では、試合開始早々にフリーキックから、 先制点を挙げると、さらに決勝点を挙げて、点の取り合いとなった乱戦を制した。9月23日のニューイングランドレボリューション戦で、シーズン16得点目を挙げ、2000年に同胞のアドルフォー・バレンシアが記録した、シーズン最多得点記録に並んだ。10月14日のスポルティング・カンザスシティ戦で、ペナルティーキックを含めに得点を挙げて、24試合19得点5得点。 全公式戦27試合20得点で最初のシーズンを終えた。なお、得点を争いではアンケルよりも多く出場、29試合していたの20得点に及ばずにとなった。また、同年のセルティック FC との MLS、オールスターゲームでは、先制点を挙げる活躍から同試合の最優秀、選手賞を受賞した。2008年シーズンは、 ハムストリングの痛みと腰の関節炎が原因となり、出遅れたが、出場4試合目となった5月10日のロサンゼルスギャラクシー戦で初得点を記録。6月5日のチーバス USA では痛みを伴う、怪我をして、得点を挙げたものの、強行出場したことで、試合終了後には足を引きずった状態となったことで、4試合リーグ戦を欠場することとなった。 7月に入ると3得点を挙げる活躍を見せたことで、監督率いるオールスターゲームの一員に選出されたアンヘルは、ウエストハムユナイテッド FC 戦で決勝点の PK を誘発させるパスを出し、気候的なシュートを放ったもののオフサイドと判定され、認められなかった。10月には4試合3得点1アシストの活躍から、自身3度目となる月間最優秀選手賞を受賞した。 最終的に2年目は23試合14得点、全公式戦28試合16得点を記録した。3年目の2009年シーズンは、プレーオフで早々に敗退したためコンカカーフ、チャンピオンズリーグ出場権獲得ならなかったものの、個人としては2009年9月26日のチーバス、USA 戦の同点弾によりが保持するクラブ最多得点記録を46に更新した。 リーグ戦25試合12得点を記録し、3年連続でチーム最多の得点源となった。2010年シーズンは前半戦で19試合11得点と、好調さを見せ、後半戦になると失速したもののチーム最多となる30試合13得点を記録した。また、10月21日のニューイングランドレボリューション戦ではの先制点をアシストし、 チームの東地区優勝に貢献した。11月11日に、翌2011年シーズンは、レッドブルズで戦わないことが発表された。アンヘルは、レッドブルズ加入以降で、全公式戦62得点を挙げて、クラブ史上最多得点記録を保持している。2007年10月26日、それまでのキャリアの中で初となる、プレイオフ制度に対して様々な思いを、 デイリーニューズに語った。それから一週間後のニューイングランドレボリューションとの第二戦で、テリー・ F ・ J ジェイ・ヒープスとの競り合いでアンヘルは脳震盪を起こして倒れた。そのため、ブルース・アリーナ監督はアンヘルの代わりにを投入しようとしていたが、その間の一人少ない隙を疲れに得点を決められてしまった。最終的にこの得点が決勝点となりチームは2試合合合合計0から1で、 プレーオフから早々に敗退。アンヘルは、レギュラーシーズンと打って代わり無得点に終わった。翌2008年シーズンは、プレーオフで、ヒューストンダイナも、3から0、2試合合計4から1、レアルソルトレークを下して、チーム初の MLS カップ決勝戦進出に、貢献したが、最終的に、コロンバスクルーに敗れたイトル獲得には至らなかった。2009年シーズンは、 加入後初めて、プレイオフ進出を逃すという厳しいシーズンだった。レッドブルズでの最後となった2010年シーズンは、レギュラーシーズンで活躍を見せて、チームのプレイオフ進出に貢献した。3のゼアースクエークスとの第2戦で後半に、フ安ン・アグデロの力のクロスに、頭で得点を挙げ、1から2、2試合合計2から2にしたもののクリス・ウォンドロースキの決勝点により、 二試合合計2から3でプレーオフ初戦で敗退となった。2010年シーズン終了後にレッドブルズとの契約オプションを辞退し、同年のサイエントリードラフトに参加したアンヘルは12月15日にステージ2でロサンゼルスギャラクシーから選ばれ、2013年1月19日にギャラクシーの3人目の特別指定選手として、 複数年契約を締結したことが発表された。3月26日のレアルソルトレイク戦で、デビット・ベッカムのフリーキックから初得点を記録た。ロサンゼルス・ギャラクシーに、ドラフトで選ばれた当初は、ベッカムや、ランドン・ドノバン、昨季の得点王エドソン・バドルを揃えた前線に、アンヘルが加わることに期待がされていたものの、ギャラクシーでは16試合3得点と厳しいものだった。 2011年8月17日、ロサンゼルスギャラクシーが新たな特別指定選手として、ロビーキーインを迎え入れるため、チーバス USAA トレードに出された。チーバスでは、ギャラクシー時代の不審を脱し、デビュー戦となったコロラドラピッツ戦で、初得点を挙げて、以降、9試合7得点でシーズンを終了した。2012年シーズンを通して、チーバスでプレーしたアンヘルは、 シーズン終了後に契約満了となったため、2012年12月に再エントリードラフトの対象となった。しかし、両ラウンドで選ばれることがなく、自由契約選手となった。2013年1月、キャリアを開始したフルスアトレティコナシオナルと1年契約を締結したアンヘルは、不安カルロス・オソリオ監督の指揮下で、不審の続く攻撃陣の起爆剤として期待された。 チーバス USA 時代には、ラテンアメリカの選手として、ラファエル・マルケスに次々300万ペソ、15万6千 u s ドル以上の給与を受け取っていたものの、古巣のために例が一つ少ない給与を受け入れての加入だった。2月2日に、エスタディオ・アタナシオ・ヒラルドでのアトレティコ・コーイラ戦で、再び緑のユニフォームに身を包み先発出場で、復帰し、初得点を記録した。 1996年10月30日にホンジュラス戦に向けてコロンビア代表に初招集されたアンヘルは11月1日にホンジュラスとの親善試合で初出場を飾ってから2005年10月12日の 2006FIFA ワールドカップ南米予選パラグアイ戦までの間に33試合9得点を記録した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。